もっと早く知りたかった。僕自身昔これを知らずにすごく遠回りをしてしまった。そんなペンタトニックの絶対極意をお伝えします。皆様こんにちは、ギター講師の豊川優也です。今回はですね、久しぶりにペンタトニックやっていきましょう。さて、皆様はペンタトニックどう練習していますか？どういう風に覚えていますか？よくある練習として、まずここを覚えて、ここを覚えた次は隣のブロック、次はまたこの隣のブロックという風に、縦のブロックをですね、一つ一つ覚えていくという、こういう練習されてる方多いと思うんですよ。僕自身そうだったんですが、これマジで効率悪いです。まずですね、ペンタトニックで大切なブロックは2つ、これと、もう一つはこれ。そしてこのブロックの周りにそれぞれ斜め横断の動きがあります。まずはこの4つの動きを覚えるのが先決、絶対先決、圧倒的先決です。僕のこのチャンネルでは今まで様々なギターソロを解説してきましたが、ほとんどのギターソロがですね、この4つの動きを使って演奏されています。ギターの大切な動きはこの4つに集約されてるんですよね。まずはこの4つを使いこなせるようになってから、この動きを骨組みとして、それに肉付けをするようにその周りのブロックを練習していくと死角なしです。今回はこの4つの動きを覚える上で最も効率のいい練習法を紹介します。皆様ぜひ今回紹介する練習を通じて、自由自在縦横無尽にギターソロを弾いていきましょう。こういう風にギターの演奏に役に立つ動画をですね、たくさん上げておりますので、皆様ぜひぜひチャンネル登録をしていただき、僕と一緒に日々楽しいギターライフを過ごしていきましょう。それでは今回も張り切ってレッツゴー。はい、それではですね、今回使う動きをそれぞれ見ていきましょう。今回はですね、Cメジャーおよび Aマイナーのペンタトニックで解説をしていきます。この2つはですね、スタートの音が違うだけで全く同じペンタトニックですね。まずはみんな大好きペンタトニックメインブロック、この世で最も使われているペンタトニックブロックです。一度これ弾いてみましょう。安心と安定のブロックですね。ちなみに8フレットからスタートをすると C メジャーペンタトニック、5フレットからスタートをすると A マイナーペンタトニックになります。このブロックまだ知らないという方はこちらの動画を参考にしてみてください。そして僕は今までの動画でこれをペンタトニックメインポジションと呼んでいたんですが、なんかポジションなのかブロックなのかややこしいなと思ったので、今後の動画ではですね、これブロックに統一したいと思います。ペンタトニックこのブロックだけは知ってるよという方も結構多いですよね。これを中心として斜め横断をする動きを覚えていきましょう。6弦の3フレットからスタートして大きく指板状を斜め横断をしていきます。このブロックを大きくまたいでいくような形ですね。人差し指と薬指の2本で弾いていきましょう。それでは一度弾いてみます。これを往復するだけでもなんかギターソロっぽくなりますよね。これはなんでかっていうと、このスライドの位置にですね、秘密があって、この5弦と3弦そして1弦ですね、このスライドの時にブルーノートという音がここにあります。これ経過音として使うと大変かっこいい音なんですが、スライドがそれぞれですね、このブルーノートの音を通過してるんですよ。これによってですね、往復するだけでかっこいいサウンド効果を得られています。なのでこれを練習するときはスライドの位置とにかく気をつけましょう。必ず薬指でスライドをしていきます。特に戻りの時ですね、これ油断をすると人差し指スライドになりやすいんですよ。これだとあまりかっこよくないです。戻りはよーく注意して薬指スライドにしていきましょう。それともう一つ注意点はですね、ここですね、3弦から2弦に移るところ、ここだけですね、指が一つ右にずれ込むんですよ。これ油断するとずれ込むのを忘れて思いっきり音を外してしまいますので、ここもよーく気をつけていきましょう。ちなみにこの斜め横断の動きはですね、実はこの中に4つのブロックが含まれています。これを全
て含んだ動きですね。そう考えるととても大きい動きですよね。では次いきます。はい、次はセカンドブロックですね。この世で2番目に使われているブロックです。一度弾いてみましょう。ちなみに5弦12フレットからスタートすると Am ペンタトニック、15フレットからスタートすると C メジャーペンタトニックになります。さらにこのセカンドブロックを中心に大きく斜め横断をする動きやっていきましょう。一度弾いてみます。これはですね、4つのブロックをくっつけた大きい動きですね。これも先ほどのメインブロックの斜め横断と一緒で、スライドによく気をつけていきましょう。ブルーノートの上を通過するスライドですね。必ず薬指でスライド。特に戻りの時に、こういう風に人差し指スライドにならないように気をつけましょう。そして同じくですね、3弦から2弦への移動ですね。ここもまた右に1フレットずれ込むので、よく気をつけて練習をしていきましょう。このセカンドブロックと斜め横断の動きについての使い方は、こちらの動画で解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。今解説したですね、この4つの動きが自由にアドリブを弾くための骨組みです。それでは次ですね、実際にこの動きの最高に効率のいい練習の方法を紹介します。毎日これを弾くことで、ペンタトニックの基本を完全マスターすることができます。これをマスターすることは自由自在にギターを弾くための超基本にして超重要事項です。ハンターハンターでいうところの念の4太陽ぐらい大切なので、必ずマスターしましょう。そういえば連載再開楽しみですね。ではやっていきます。はい、まずペンタトニックやスケールはすべてコードと紐付けて覚えるのが非常に重要です。これについて最も有名なのがですね、この C のローコードと C メジャースケールですね。このコードとスケールの結びつけができるようになると、コードにスケールの動きがパッと入れれるようになります。おまけにスケールの仕組みを理解しやすいですよね。これをですね、ペンタトニックで同じようなことを行っていくと思ってください。はい、まずペンタトニックメインブロックからいきましょう。制覇コード Am を弾きます。そしたらここの人差し指からメインブロックを往復しましょう。下がってきたらもう一度ペンタトニックメインブロックを上がっていきます。で、ここまで上がったらですね、戻りは5弦スライドを入れて斜め横断の動きに入ります。もう一度今の部分弾いています。戻りは斜め横断、こういう感じですね。はい、6弦3フレットまで下がったら5弦にそのまま人差し指を移動して C の制覇コードを弾きます。この形ですね。これを弾いたら今度は5弦3フレット人差し指から斜め横断の動きで上まで上がっていってみましょう。12フレットまで上がったら8フレット制覇の C のコードを弾きます。ここだけですね、コードと最後の音がちょっと離れててややこしいんですが、ここの部分1弦入りの音がこの8フレットですよね。ここにコードがあると思ってください。これを弾いたら再び戻っていきます。6弦3フレットまで下がったらもう一度上がっていきましょう。12フレットまで上がったら今度はこの薬指を人差し指に変えてペンタトニックセカンドブロック、1弦まで加工したら折り返して5弦15フレット C の音までいきます。次はここのポジションのですね、 Am7 を弾きましょう。これですね、 Am でもいいんですが Am7 がおすすめです。これを弾いたら人差し指からスタートしてセカンドブロックを上昇します。上まで行ったら戻ってくるんですが、今度は4弦と6弦のスライドを入れて斜め横断の動きに入ります。
一度ここの動き弾いています。セカンドブロックを上がって、帰りは斜めオーダー。そしたらここでですね、8フレット制覇の C のコードを弾きましょう。斜めオーダーで今度は上昇していきます。上まで上がりきったらですね、今度は5弦15フレットからの制覇の C。 これ音超鳴りづらいですが、別に綺麗にならなくてもいいです。目的はコードの音を鳴らすことではなく、コードとペンタの関係を覚えることなので、形を把握する目的で押さえてみましょう。 C を弾いたら戻ってきます。戻りきったらですね、もう一度上がっていきましょう。17フレットまで上がりきったら、今度は薬指を人差し指に持ち替えて、ここからメインブロックを弾きます。最後ですね、17フレット Am。 これはマジで綺麗にならないです。形を作るだけだと思ってください。でメインブロックを上がったら、帰りはですね、5弦スライドを入れて斜め横断。これで終わり、1セットですね。もう一度最初から弾いてみます。 Am を弾いてメインブロック、戻ったらメインブロックをもう一度登って、帰りはスライドからの斜め横断。C を弾いて斜め横断。8フレットの C を弾いて斜め横断を戻っていきます。もう一度斜め横断で登ったら、薬指を人差し指に持ち替えてセカンドブロック。ここで12フレットスタートの Am7 を弾いて、セカンドブロックで上昇したら、戻りは4弦6弦スライドの斜め横断。C を弾いたら斜め横断で上昇。上り切ったら5弦15フレットの C。 これは綺麗に鳴らす必要はありません。弾いたら戻りましょう。帰ってきたら斜め横断でもう一度上昇。上り切ったら薬指を人差し指に変えてメインブロック。降りたらここで Am。 これは鳴りません、多分。形だけ確認したらメインブロックで上がって5弦スライドからの斜め横断。これで1セットです。この一連の流れをですね、実際にメトロノームに合わせて練習をしていきましょう。ゆっくりのテンポに落として確実に弾いていきましょう。
この練習方法のタブ譜は概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらから印刷して使ってみてください。これでですね、この指板の端から端までのペンタトニックの完成ですね。一度覚えるともう縦横無尽です。こういう風にですね、コードと関連付けて覚えておくことで、例えばここの C のコードから、こういう動きを作ったり、これ Am なんだ。こういう動きを作ったり、ここの C から、こういう動きを作ったりですね。こういう風なフレーズがですね、いろんな部分で作れるようになってきます。これだけでなんかもう全知全能って感じしてきますよね。最高ですね。これを覚えたらですね、この4つの動きを骨組みとして、他のブロックをですね、この骨組みに沿って覚えるようにすると完璧です。例えば、こういう風に斜め横断からこちらのブロックに移ったりとかですね。まあ、正直ブロックはですね、全部覚えなくても余裕で自由に弾けます。なので、オプション感覚で覚えるようにするといいですね。では、ここまで C メジャー及び A マイナーでやってきましたので、次はですね、これの次によく使う G 及び E マイナーのキーのペンタトニックでも練習してみましょう。まずですね、5弦7フレット制覇コードの E マイナー7を弾いて、セカンドブロックを往復します。そしたらもう一度上がって、今度は4弦6弦スライドの斜め横断で下がっていきます。6弦3フレットまで下がったら制覇の G を弾きましょう。そしたら斜め横断で上がっていきます。12フレットまで来たら5弦10フレット制覇の G を弾きましょう。そしたら下がっていきます。で、また上がっていきましょう。12フレットまで来たら薬指と人差し指を入れ替えてですね、メインブロックを弾きます。で、12フレットスタートの Em。 このあたりからなりづらいですが、ならなくても気にせずいきましょう。メインブロック上がったら5弦スライドを入れた斜め横断で降ります。降りたらですね、人差し指を5弦に移して10フレットスタートの G を弾きます。そしたらこの人差し指から斜め横断で上がっていきます。ここまで上がったら15フレットからの G。 これ綺麗にならないですが、形を作るだけで OK です。そしたら19フレットから下がっていきましょう。もう一度斜め横断で上がっていきます。上がりきったら薬指を人差し指に変えてセカンドブロック。はい、 G および E マイナーはここまでですね。これで指板の端から端までのペンタトニックが網羅できます。ちなみにこのキーに関してはですね、最初開放弦から始めるのもありだと思います。ここからですね。という感じでですね、最初 C のキーと G のキーでよーく練習して動きを覚えてきたら、他のキーも同じように練習をしていきましょう。例えば D マイナーだったり、G マイナーだったり。要領はすべて一緒ですね。ぜひいろんなキーで広げていってみてください。はい、という感じでここまでが練習メニューの解説ですね。これを1日1つのキーだけでもいいので毎日続けてみてください。すべての動きをマスターした時には、あなたの左手は縦横無尽に指板の上を駆け巡ってることでしょう。というわけで後半ですね、ここからは実践編です。実際にこのペンタトニックの動きを使ってポジション移動を駆使したギターソロを弾いています。僕が弾いたソロを元により実践的な使い方を解説していきますので、ぜひ使い方の参考にしてみてください。ではですね、後半戦気合を入れていきましょうか。まず最初はですね、ペンタトニックメインブロックからスタートして斜め横断を使って上昇、最後はセカンドブロックで締める、という流れでソロを弾いています。
軽く解説をしていきます。まずメインブロックの上昇ですね。この定番のチョーキングフレーズに入っています。そしたら次は16分音符のハンマリングから斜め横断。そしてここのダブルストップですね。斜め横断の動きではこことここのダブルストップ、この2つが超使えます。ぜひ覚えてみてください。これをですね、こういう風にブラッシングを入れて弾いています。そしたらスライドからセカンドブロックにパッと移って、こういうチョーキングのフレーズですね。ここのチョーキングから1弦に行く動き、これセカンドブロックの中でもめちゃくちゃ定番の使い方ですね。一番使われてるかもしれません。で次ですね、こういうフレーズ、このチョーキングからのクロマチックフレーズ、これおしゃれですよね。こういうクロマチック半音階を使ったフレーズはパッと使えるとクロート感が出ます。ぜひストックしてみてください。でこれを弾いたらですね、ダブルストップですね。これはですね、このペンタトニックのここに C のトライアドがあるんですよね。これを使ったダブルストップです。これも非常に使い勝手がいいですね。そしたら最後はですね、斜め横断タイプを一部入れて上昇。14フレットは1音半チョーキングですね。ここの1音半チョーキングかなり使えます。3フレット右の17フレットの音になるまで引っ張り上げましょう。伸びやかな音がしますよね。非常に気持ちのいいチョーキングです。はい、では次ですね、まずセカンドブロックでスタート。そしたら斜め横断で加工していき、最後はここのメインブロックで締める、こういう流れのソロを弾いてみます。はい、ではですね、軽く解説をしていきます。まず斜め横断を入れてセカンドブロックを上昇、こういう8分音符のフレーズをハンマリングとスライドを入れてリズミカルにしています。そしてですね、3弦スライドインから1弦チョーキング、これもすごく定番の動きですが非常に伸びやかなサウンドがしますよね。そしたらですね、また先ほども使ったクロマチックを下がるタイプの使い方をしていきます。これもまたおしゃれですよね。スタッカートを1個ずつ入れるのがポイント。3弦まで下がったら2弦チョーキングのフレーズを入れます。この下がるタイプのクロマチックも非常に使い勝手がいいのでぜひストックしていきましょう。そしたら斜め横断タイプを使ったフレーズ、先ほども使ったダブルストップ、そしてここのブルーノートを通過するスライドをフレーズにうまく組み込んで使っています。でメインブロックに行ったら16分のフレーズから斜め横断タイプを使ったフレーズ、これで加工して終わります。ここは6度スキッピングフレーズ、これ非常に使える動きですね。今回は単独で使いましたが、こういう風にですね上昇していく動きもあります。これもついでに覚えてみてください。はい、それでは次ですね、セカンドブロックからスタートをして斜め横断タイプで上昇、最後はハイポジションのメインブロックで締めます。では弾いてみます。
解説をしていきます。まずチョーキングダブルストップ、これもセカンドブロックを使う上で大変美味しいテクニックですね。そしたら次ですね、こういうフレーズを入れたらチョーキング3連発、セカンドブロックで使いやすいチョーキングポイントはこの3箇所なんですが、これを順番に使っていってますね。3弦だけ1音半チョーキングなので要注意。このチョーキングの流れはですね、クラプトンが演奏したビートルズの名曲 While My Guitar Gently Weeps でも使ってるテクニックですね。次は16分音符のスライドで斜め横断ペンタに入ります。これもですね、ブルーノートを通過するスライドとブルーノートからのプリングですね、これをうまくフレーズに組み込んでいます。そしたらハイポジションのメインブロックに移り、こういう風に弾いていきます。ここはイーグルスの名手ドンフェルダーをイメージしたフレーズですね。いきなりマックス高音のチョーキングからスタートするところがポイントです。これが非常に美味しいですね。でスタッカートを入れながら弾く、フレーズに切れ味を出すテクニックですね。この時にチョーキングはピックストップで止め、他の部分はですね、左手右手両方で切るようにしていますね。そしてここの3連符、これはブルーノートを使ったフレーズですね。ここもパッと瞬間的に入れて音を切る、こうするとですね、瞬発力のあるパンチの効いたフレーズになります。はい、それでは次で最後のパターンですね。最後はですね、端から端まで余すことなく使ってみます。では弾いてみます。はい、それでは解説をしていきます。今回のソロのスタートはですね、ピックアップで入ります。ピックアップというのはこのマイクのことではなくて、ギターソロセクションの前の小節からフライングをするようにギターソロをスタートします。これを入れることでまるでマリカーのロケットスタートのようにギターソロの始めからガツンとギアが入りやすいですね。名ギターソロにはこのピックアップが入っていることも多いです。ぜひアレンジの参考にしてみてください。そしたらピックアップで斜め横断から入って、メインブロックで上昇から下降ですね。次は斜め横断を使ったフレーズ、ここは同じ形の動きを2連発で使っていますね。これも大変使いやすいアイデアです。そしたら3弦スライドからセカンドブロックに入って、またこのチョーキングですね。どんだけ好きなんだってぐらい僕今回この動き使ってますね。そしたらですね、この後は3弦まで下降、ちなみに一瞬入るここの1弦13フレットはサス4の音です。これはですね、その後のメジャーサードのチョーキングを強調するためのアプローチの音として使っています。うまく使うと大変美味しい音ですね。そしたら次ですね、斜め横断で上昇したら、最後はここの薬指の大きいスライドでハイポジションペンタトニックに移ってますね。で、チョーキング。で、一番最後はですね、16分音符の少し派手めなフレーズを入れています。プリングを入れながら弾いていますが、エッジを効かしたい場合は、フルピッキングで弾くと鋭くなりますね。このあたりは臨機応変に行きましょう。はい、という感じでですね、4パターンほどギターソロの例を弾きましたが、こういう風にギターソロの練習をするときに、ここのブロックからここのブロックに移って最後はここのブロックでみたいな感じで、最初に計画を立ててから弾く練習をすると大変効果的ですね。ぜひ参考にしてみてください。今回は最高に効率のいいペンタトニックの練習方法を紹介しました。もっと自由自在にギターが弾きたいという方は、ぜひ毎日この動きを練習して指に染み込ませていきましょう。今回の動画が皆様がギターをもっと楽しく自由に弾くためのきっかけになれば嬉しいです。このチャンネルでは皆様のギターライフがより楽しくなる動画や上達の役に立つテクニック、名曲のギターソロを解説する動画などを上げていっております。ぜひ皆様チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。今回
回の動画が役に立った、楽しかったという方はグッドボタンで応援していただけると大変励みになります。 Twitter 等の SNS はですね、概要欄にリンクの方を貼っておりますので、興味ありましたらフォローをよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。